二胡奏者であるチェンミンさんが作詞した曲ツバメになりたいは、作られた時代も作者も不明な中国のものでした。どこか懐かしさを覚え、耳にした時から自分のテーマ曲としてコンサートでは必ず演奏しているそうです。青い空の中でふんわり風に優しく包まれて自由に飛び回るツバメのように、翼を広げて遥か遠い場所へ夢を探しに行くの。そんな歌詞で始まるこの曲は、切ない感じと懐かしさが心を癒してくれるでしょう。